どうしたんだよ。ここには何もない。セイバーだってわかるだろ。いいですから、そこに座ってください。あれ、ようやく自分の体に気がついたようですね、シロ。傷が治りきっていないのに無理をするからです。すまん、すぐ動けるようにするからしばらく待っててくれ。どうやらあなたには何を言っても無駄のようですね。一人で休むのが嫌なら私もお付き合いします。休憩も戦いのうちです。シロ、先ほどより顔色が悪くなってきたような。そんなことない。動揺なんてしてないぞ、こっちは。動揺？いや、横になれれば良いのですが、この辺りで休めるところといったら。シロ、よろしければここへ。大丈夫、おとなしくしてれば落ち着くから。こら、何やってるの。行こう、また文句を言われるからな。ええ、リンはシローに文句を言うのが趣味のようですから。ほら、足元危ないぞ。セイバー、どうした。いえ、手を握られていると、その…で、あなたはどうしたいの、シロ。うん、とりあえず明日は、セイバーとデートする。悪いか。そんな場合じゃないって分かってるけど。シロ、シロがおかしくて。心底笑ったわ。そりゃよかったな。こっちは全然笑えなかったけど。頑張りなさい。私、あなたたちのこと好きよ。頑張る。さて、そうと決まれば作戦会議ね。いい、シロ、デートってのはね、戦いなのよ。戦い？そうそう、戦い。